こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはシグナルラピス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくシグナルラピス行きました。続いて前へ行くのはダンスパートナー、さらにはサマーナチュラル、8番チェリーケーポイント、その後ろノーバウンド、後ろからになりそうです。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。それでは先頭から先手を取ったのはチェリー K ポイント、イエローイレブン、すぐ後ろ好位置をキープしていますダンスパートナー、その外からシグナルラピス、その後ろにサマーナチュラル、並んで6番ウィンドスルー、ハートオブインディー、この馬もこのグループウィンドシャープ、そのうちに続いています。その後ろからはガンブリングダスト、マルターズウィッシュ、そのうちに続いています。その隣にサクセスボタン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として8番チェリー K ポイント、2番手はダンスパートナー、これは絶好の手応え。シグナルラピス3番手、ダンスパートナーいい位置です。さあここからどうか。先頭変わってダンスパートナー先頭リードを広げにかかります。2番手はチェリー K ポイント、懸命に追いすがります。やはりダンスパートナー先頭だ。2番手はウィンドシャープ、ダンスパートナーこの馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せましたダンスパートナー。1着2着はウィンドシャープ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたダンスパートナー。まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。イージーシャワー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。スウェイン前に行きそうです。アローポジティブ、それに続いています。さらにはイージーシャワー、8番マヤのトップガン、その後ろ後方に控えたのがデルニエランプルール、もう一度先頭からイージーシャワー先手を取りました。これに続くのがスペクトラム、好位置をキープしています。マヤのトップガン、スウェイン、そのうちに続いています。その外にキーオブラック、並んで16番エンタイヤ、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはワンデスタ、好位置をキープしています。前のトップガン、その隣にスペクトラム、その横にキーオブラック、スウェイン、そのうちに続いています。その隣にアローポジティブ、その横にマッハレインボー、エンタイヤ、この馬もこのグループ、カーリング、そのうちに続いています。その外にジャスミンムイッシュ、青の帽子、フェアグレイン、その後ろすぐ隣にジェットロバリー。さあ先頭はイージーシャワー、ワンデスタ、ほとんど差がありません。スペクトラム3番手、前のトップガン、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。ここで先頭はワンデスタ先頭、2番手はイージーシャワー、追いすがります。やはり前のトップガン先頭だ。前のトップガン頑張る。ここで先頭に立った前のトップガン、あと 200m、 先頭は前のトップガン、スウェイン、必死に追いすがります。前のトップガン先頭、スウェイン追いすがります。前のトップガン、前のトップガン、1着2着以下は混戦です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました前のトップガン。まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはスパイホルム。綺麗なスタートを切りました。マティアラ前に行きそうです。フライトファルコン、それに続いています。さらにはスパイホルム、8番大気ブリザード、その後ろ。では前の方からスパイホルム先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から見てみましょう。スパイホルム先手を取りました。その外にミュージックシンデレラ、さらにはクロスブライト、白の帽子、マティアラ、その後ろ大気ブリザード、いい位置です。内からはフライトファルコン、赤の帽子、パーソナルエキスプレス、その後ろ。その外にノーザンスパー、さらにはシングルキャスト、内からはテンイースト、その隣にサイレントオフ、その横にブロンズシャルダン、最後方にオペラウイナー。 1000m を通過しました。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。ここでミュージックシンデレラ先頭に変わりました。クロスブライト、ほとんど差がありません。スパイホルム3番手、大外から黄色の帽子、大気ブリザード、伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ミュージックシンデレラ先頭、差はほとんどありません。2番手は大気ブリザード、先頭を捉えるか。やはり大気ブリザード先頭だ。残り 200m、一気に後続が襲いかかってきた。大気ブリザード先頭、2番手はマティアラ、先頭は大気ブリザード、1着でゴール。大気ブリザード1着、2着はマティアラ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。大気ブリザード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。カリビアンカンパニー4スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してカリビアンカンパニー花に立ちます。その後ろからはウィンドピアリス、この馬も上がっていく構えです。さらにはニューフルーツ、5番ジャックフォックス、その後ろ。前に戻りましょう。カリビアンカンパニー先手を取りました。並んで1番ニューフルーツ、その外にサンダーキャロル、その外からキーンランドシンガー、すぐ後ろにジャックフォックス、オレンジの帽子、ラグビーキャット、その後ろ。すぐ後ろにヘッドソネット、並んで6番エイコンシャレード、すぐ後ろにサーストンロッキー、その外からスクリーンハーモニー。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。さあ先頭はウィンドピアリス、2番手はキーンランドシンガー、トロットサンダー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。ここで先頭に立った。トロットサンダー、トロットサンダー先頭、ここから引き離しにかかります。2番手はウィンドピアリス、あと 200m、 トロットサンダー先頭だ。トロットサンダー力強い伸び足、後続はまだ後方です。トロットサンダー独走、トロットサンダーぶっちぎりです。トロットサンダー1着、2着はカリビアンゼファー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭は栄進三三、栄進三三先頭。2番手は織姫ワン、リバーガール先頭。織姫ワン追いすがります。リバーガール、リバーガール1着、2着にはどうやら織姫ワン、リバーガール、見事1番人気に応えました。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのはエアドライバー、エアドライバー先頭。あと 200m、 エアドライバー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。河内サンライズ抜けた。2番手はエアドライバー先頭は河内サンライズ、1着でゴールイン。河内サンライズ1着、2着はエアドライバー。これは桁外れの強さだ。河内サンライズ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は桜栄光王、桜栄光王先頭。2番手は桜栄光王、あと 200m 先頭はジェニーン、残り 100m ジェニーン先頭。オクトベガ迫る、外から一気にオクトベガ、ジェニーン、ジェニーン1着、2着にはどうやらオクトベガ、これが G1 馬だ。ジェニーン